違いないな。よかったなフィリア、ここから出られるぞ。出られるかよ。どうしたんだフィリア、あんまり嬉しそうじゃないな。そう見える？フィリアは一緒には行かないのか。一緒には行かないから、あんたは帰りなよ。だからここでさよなら。あんたと一緒で。そうか、わかった。とりあえず戻るよ。でもアクティベートすれば大丈夫だろうし、またすぐこっちに来るよ。俺はこのホローエリアに興味があるんだ。ここにはまだ謎が多い。ボスクラスの強力な敵がフィールドを徘徊しているのも不思議だし、途中見かけたモンスターも特殊なものだった。本来であればどこからでも見えるはずの迷宮苦闘が見当たらないのも不思議だ。そう、不思議だよね。それにこれだけ特殊な場所なら、新しい武具や強力なスキルが見つかってもおかしくないからな。その気持ちな、もし来ることがあったら私にメッセージをちょうだい。ここに来るようにするから。この紋章がなくても管理区に出入りできるのか。へえ、ここ管理区って言うんだ。わかった、じゃあ来るときは連絡するよ。期待しないで待ってる。またな、気をつけろよ。またな。天意。システムエラーです。フォローエリアからは転移できません。私って何なんだろう。ハークソフィア、戻って来られたのか。天意門の設定は、よし、あそこにも行けるみたいだ。あそこはホローエリアというんだな。フィリアはそう呼んでいた。フィリア、いろいろと事情があるようだけど、 PK をするような子には見えなかった。彼女は一体何者なんだ。キリト君、キリトさん、よかった。リーファにシリカ、どうしたんだ二人とも、そんなに血相変えて。キリトさんの位置情報が長時間ロストしたから、私よかった。私てっきり、そんなの生命の日を確認すれば死んでないってわかるだろう。あ、でそうか、今確認できないんだった。こんなに長い間誰にも連絡がないなんて。
丸一日ロストしてたんだよ。メッセージだってみんなで送ったんだから。あ、そういえば、もうキリト君のバカ。おい、泣くなよアスナ。あー、ユイな、ユイからもアスナに何か。パパ。はい。今回はパパが悪いです。ママはずっと泣くのを我慢してパパを探していたんですよ。それなのにパパは。ごめん。ママにちゃんと謝ってください。すまなかったよアスナ。事情はちゃんと説明するから。本当？もちろんだよ。ほら、とりあえず宿に。うん。おいアスナ、ここは街中で。パパ。はい。すみません。はあ、結局アスナさん。でも無事に見つかってよかったです。それはそうだけどね。でもやっぱり仕方ないですよ、今回だけは。心配ばっかりさせるんだから、キリト君は。キリトさんにはきっと事情があって、詳しいお話を聞いてみないと。シリカちゃんは甘いよ、もっとガツンと言ってやらないと。ああ、帰ってきた。ただいま。だから言ったでしょ、どうせそのあたりをフラフラしているだけでそのうち帰ってくるって。いや、フラフラしていたわけじゃん。アスナもみんなも心配しすぎなのよ。だってキリト君が。ああ、もう無事に見つかったんだから、もう泣かないの。キリト、アスナにちゃんと謝ったんでしょうね。あ、謝ったよ。アスナをほったらかしてどこかに行っちゃうなんてさ。だからそれは不可抗力だったんだって。不可抗力？そうなんだ。ダンジョン探索していたら突然転移させられて。強制転移ね。もしかして私やリーファと同じ現象なの？それって別の世界に飛ばされたってこと？いや、俺が飛ばされた先は間違いなく SAO の一部だった。ただ隠しエリアみたいなところなんだよ。隠しエリア？そんなものがこの世界にあるの？ああ、通常のアインクラッドの各層とは違う感じだった。モンスターも強いのが多いみたいだし、高難度エリアって感じだな。強いモンスターを倒せば強い装備やレアアイテムが手に入る可能性が。だからホロエリアを探索してみようと思うんだ。でもそんなエリアが丸々未発見で残されているなんてことがあるのかしら。
イちゃん。ユイちゃんなら何かわかる？確かにアインクラッドには様々な事情で一般のプレイヤーには公開されていないエリアがあります。でもそれはゲーム開始時に封鎖され誰もアクセスできないようになっています。プレイヤーが非公開エリアに入る手段はないんだな。はい、ですが今はカーディナルシステムが不安定になっています。それを考えると絶対にないとは言い切れません。そうなんだ、ありがとうゆいちゃん。いいえ、現在の稼働状況などが分かればよいのですが。いや、今の説明で十分だよゆい。パパのお役に立てたなら嬉しいです。ねえゆいちゃん、さっきキリトが言っていたようにそこって新しい素材アイテムとかあったりするのかな？可能性はあると思います。そうか、まだ見ぬレア素材、新しいスキルだったらピナのパワーアップも。私の武器ももっと強くなるかもしれない。私ももっと。ちょっとみんな、もしかして行くつもりなの？いいじゃないか別に、俺だってちゃんと帰ってこれたんだから。でもなんか引っかかる。高難度エリアで手に入るアイテムでみんなを強化できればこの先の攻略だって楽になるだろ。そうすれば100層クリアだって現実味を帯びてくれ。それは確かにそうね。なら私も行くわ。キリト君だけを行かせるわけにはいかないもん。それに向こうで知り合った人もいるしな。もしかして。パパ、その人って。もしかしなくても。よくわかったな。フィリアってこと向こうで知り合ったんだ。ほらね、フラフラしていただけじゃなくて女の子を口説いてたんだ。くどくとかそういうんじゃないよ。どうだか、どうせ力になってやりたいんだとか言ってきたんでしょ。キリト君、私が泣くほど心配して必死に探していた時に女の子と。待て待て、たまたまだって。たまたま向こうに行ったら女の子がいてスカルリーパーとか出てきたから一緒に戦っただけだよ。うー、キリト君のバカ。知らない。勘弁してくれよ。自業自得。でもまあ何かあっても黒の剣士様がいることだし、探索には行こうよ。どうかな、この世界にいつまでもいるわけにいかないもの。一緒ならきっと強くなれます。よし、決まりだな。もう、でも今日はやめておいて。あ、どうしてだ。さっきスカルリーパーと戦ったとか言っていたでしょ。今日はゆっくり休みなさい。
いやでも HP は全開してるし。パパ、今日はママのそばにいてあげてください。あ、そうだな。じゃあ明日からにしよう。悪いが、一つだけ頼みがある。何かな？簡単に負けるつもりはないが、もし俺が死んだら、しばらくでいい。アスナが自殺できないように計らってほしい。おう、よかろう。キート君、ダメだよ！そんなの、そんなのないよ！アスナ、バカバカバカ、本当よかった。キリト君、キリト君、ごめんアスナ、でも生きてるよ。よかった、キリト君。カヤバ、ヒースクリフは、わからない。でも団長は見当たらないよ。そうか、俺はあいつを倒した。おい、おいおいおい、やったじゃねえか霧の字。クライン、何ボサッとしてんだ。倒したんだよラスボスを。おめえは勝ったんだよ。で、お、本当にやったのか。これでクリアなのか。どうなんだ。俺は見た、倒したの。勝っただろこれ。
王だよ。これで俺たちは解放されるぞ。勝った、勝ったんだよ。終わったんだ。そうか、俺はあいつを。キリト君、よかった。アスナ、お二人さん、見つめ合うのはエンディングテーマが流れてからにしてもらえますかね。見せつけんなよな、ご両人。羨ましいな、この。あのな。茶化さないでよ、みんな。いいさ、見てろよ。俺だってリアルに戻ったら彼女を作って幸せになってやるからな。ところでキリト、俺たちいつ戻るんだ？現実によ。いつって、それは。ヒースクリフは倒したんだよな。それで終わりじゃねえのか？ヒースクリフ、いや、カヤバーキヒコは自分を倒せばゲームはクリアされて全プレイヤーが解放されると間違いなく宣言した。私もそう言ってたの聞いてたよ。けど何も起こらない。何か嫌な感じがするね。じゃあなんで終わらないんだよ。本当は元に戻る方法なんてないんじゃねえのか。いや、ヒースクリフ、カヤバはそんな嘘をつきはしないはずだ。ならなぜクリアにならない。他に条件があるのか。キリト、俺たちはこれからどうすりゃいいん。俺にもわからない。確かなのはこのゲームは。そんな、私たちはまだ戦わなきゃならないの。おいおい、マジかよ。キリト、先に進む扉が開いたぞ。76層へと進む扉。進むか。キリト君。キリト。ゲームが終わらない以上、今は先に進むしかないか。行こう、76層へ。この世界は現実のものではない。ソードアートオンライン SAO VRMMORPG と呼ばれるそのゲームは、ナーブギアのソフトとして2022年に発売された。ナーブギアは脳に直接信号を送ることでプレイヤーの五感全てにアクセスすることができる新世代のゲームハード。それは完全なる仮想空間の実現。自分自身がゲームの世界へ丸ごと入り込むような体験に多くのゲーマーが魅了された。ナーブギアのキラータイトルとして期待されていた SAO は、初回ロットがわずか1万本ということもあり即時完売。正式サービス開始とともに、ゲームの中に飛び込んだプレイヤーたちはこれから始まる冒険に心を躍らせた。しかし、そんな気持ちを一転する出来事が起こる。ゲームを開始してほどなく、プレイヤーたちはゲームを終了させるログアウトボタンがメニューから消えていることに気づく。不穏な空気が次第に流れ始めた時、およそ1万人のプレイヤーたちの前に突如巨大な赤いローブのアバターが現れた。そのアバターは自身をカヤバアキヒコと名乗り、この世界をコントロールできる唯一の存在であると言った。アバターが名乗ったカヤバアキヒコという男こそこの SAO の開発ディレクターであり、さらにはナーブギアの基礎設計者でもある。カヤバはプレイヤーたちに放つログアウトのボタンが消えていることは不具合ではなく、このゲーム本来の仕様であるということ。さらにゲーム外部の人間がゲームを停止させたり
解除させることもありえないという説明がなされた。つまり全てのプレイヤーはこの SAO という仮想空間から出ることができないということになる。そしてカヤバからこのゲームの最も重要なルールが告げられる。外部からの強制的なゲーム停止の試み、またはゲーム中にプレイヤーのヒットポイントがゼロになった時、ナーブギアより発せられる高出力マイクロウェーブが脳を焼き、プレイヤーの生命活動を停止させる。無事にゲームから脱出するにはこのゲームをクリアする以外に方法はない。カヤバの話に唖然とする者、悲鳴を上げる者、泣き崩れる者、まさにこの SAO というゲームがデスゲームへと変貌した瞬間だった。デスゲームの攻略、命がけとなるこのゲームの攻略は攻略組と呼ばれる戦闘経験に長けたプレイヤーたちが行っている。ゲーム開始時にいたおよそ1万人のプレイヤーはその数を約6000にまで減らし、 SAO の舞台であるアインクラッド、その全部で100層あるフロアのうち第75層までを攻略していた。しかし第75層の攻略で多くの犠牲が出てしまう。攻略を終えた時、失った犠牲者の数に生き残ったみんなが絶望した。ただ一人を除いて、ヒースクリフ、最強クラスのプレイヤーギルド、血明騎士団のギルドマスターである。プレイヤー離れした強さを持つその男こそ SAO という世界を作りデスゲームを始めた張本人、カヤバ昭彦だ。正体を明かしたカヤバはこの場で自分に勝つことができれば全プレイヤーの解放を約束し、決闘を行い敗れた。ゲームマスターであり創造主たるヒースクリフ、カヤバ昭彦を打ち破ったのだから、このゲームも終焉を迎えると思われたのだが、未だ目の前に広がる仮想空間の世界、ログアウトされない現状に不安を抱えたまま次なる層第76層へ進んでいく。2024年11月7日、この仮想現実の世界に閉じ込められてからちょうど2年が経過した時のことだった。第76層へと進んだ俺たち攻略組はある異変に気づいた。ここが76層か。75層の階段を登ったらログアウトできるかもなんてちょっと期待したんだけどな。ん？なんだこれ。どうした？なんか俺のアイテムの名前が文字化けしちまってんだよ。どうなってんだこりゃ。俺もそうだ、アイテム名が文字化けしてる。キリト君、おかしくなっているのアイテムの名前だけじゃないよ。なんだこりゃ。俺様がひしこいて鍛え上げたスキルデータが。俺のスキルも何個かロストしてるな。スキルはいくつか消えたりしているけど、レベルの方はなんとか無事みたい。おい、こっちでも問題発生だ。転移結晶の動きが普通じゃなくなってるらしい。エギル、状況を教えてくれ。なんでも下の層に転移できなくなってるみたいだ。どうなっちゃうの？みんな聞いてくれ。
このまま待っててもどうやら無駄みたいだ。ゲームシステムが不安定だし仮想にも戻れない。これ以上致命的な不具合が出る前に先に進むべきだと俺は思う。そうだよね。私たちの目的は SAO をクリアして現実に戻ることなんだから、みんなクリアを目指そうよ。おう。そうだ、やれる。一走から始まってここまで来たんだ。やってやろうぜ。俺たち攻略組の目標はこのゲームを攻略することだ。おお。行こう、百層に。おお。そして俺たち攻略組は百層攻略の決意を新たにしたんだ。76層で起きたのは悪いことばかりじゃない。思いがけない再会と新たな出会いが待っていた。なんだ、文字化けしたアイテムが光ってる。よし、オブジェクト化してみるか。やっと外に出られました。ゆい、ゆいちゃん、本当にパパ、ママ、お久しぶりです。ああ、よかった、二人とも無事。リズ、どうして来ちゃったの。どうして来ちゃったのって、そんな言い方はないでしょ。落ち着いて聞いてね、リズ。実は、もうリズは75層以下に戻れないのよ。ゲートは動くじゃない。あ、って、あれ、ここは。こういうことなの。下の層には戻れないのよ。あ、私のリズベット・ブグテッド。戻れないのは辛いだろうけど、この76層にもきっといいところはあるはずだぞ。例えば上層なだけあって下にはないレアな金属もたくさんあるだろうしな。それに火事に関係するクエストだって発生するかもしれないじゃないか。うん、確かに最前線だもんね。ドロップアイテムも最初アイテムも仮想とは段違いか。ありがとう、アスナ、キリト。早速リズベットブグ店2号店となる場所を探しに行ってくるわ。お前、ひょっ、ヒナ、勝手に先行っちゃ。キリトさんって、シリカまで。お久しぶりです。どうして。噂で聞いたんです、最前線で何か事件が起きたらしいって。最前線にはキリトさんがいますから。だから私、いても立ってもいられなくなって。でもお元気そうで安心しました。私、キリトさんのお手伝いします。ご迷惑をおかけしちゃうかもですけど、でも精一杯頑張りますから。あそこ。
やっと信じてくれた。今はリーファだよ、私のアバターネーム。そういうわけだから、私も今日からこのゲームのプレイヤーだよ。よろしくね。リーファちゃん、よろしく。それじゃあ町に戻ろうか。私、ここに来た前後のこと全然覚えてなくて、空から落ちてきたなんて言われても、はいそうですかって納得なんてできるわけがない。右手をこう、なにこれ。こうして心強い仲間が加わり、76層の攻略を始めようとした矢先に、俺はホローエリアに迷い込んでしまったんだ。よう、相変わらずトラブルに巻き込まれる体質だな、キリトは。ヘギル、聞いてたのか。ここは俺の店だぞ。しかし面白い情報だな、ホローエリアか。隠しエリアとかそういうところには大抵お宝がごっそり眠っているもんだ。もしそうなら、アインクラッドの攻略も少しは楽になるかもな。もう何人かは向こうに行ってるんだろ。だったら俺たちも負けてられないぜ。俺も早く行きたいところなんだけど。なんだよ、だらしねえな。でもアクティベートはしてあるんだろ。ああ、さっき済ませた。だったら何人か集めて早速乗り込んでみるか。気をつけろよ。俺が行った時はいきなりスカルリーパーが出たからな。ステータスはだいぶ弱くなっていたから二人で仕留められたけど、強敵だぞ。おいおい、マジか。まあ今日のところはちょっと覗くだけにしておくわ。ああ、マップデータもないし、じっくり攻略した方がいいだろうからな。あ、それじゃあ行ってくる。気をつけてな。アスナたちはどうしたんだ。ああ、部屋にいるんじゃないか。キリト、アスナはだいぶお前のことを心配していたぞ。もちろんキリトが悪いわけじゃないが、今日くらいは一緒にいてやった方がいいんじゃないか。まあそうだな。おいキリト。なんだクライン、早いな。早いなじゃねえっての。ホローエリアなんて転送先存在しねえぞ。言ってるんだクライン。俺はアクティベートした後確かに確認して。疑うんだったら一緒に来い。ご
おいおい暗い、引っ張るなよ。こりゃもう一波乱あるかもな。ホローエリア管理区、間違ってないよな。なあ、ちゃんと合ってる。転移ホローエリア管理区。本当だ、おかしいな。だろ、キリトがいい加減なこと言うとは思わないけどよ。クライン、ちょっとどいてくれ。テイン、ホローエリア管理区。来られたぞ。フィリアはいないのか。どこかを探索しているのかな。しかし、どうしてクラインは。もしかしてこの文様と関係があるのか。とにかく戻ろう。ちゃんと言って来られたぞ。ああ、そうみたいだな。俺にもわからない。ちょっといろいろ試してみよう。帰ったか、遅かったな。ああ、いろいろと試してきた。結果はキリト以外のプレイヤーはホローエリアに転移できない。そして一緒に行けるのは一人だけ。一人だけか、厳しいな。それで満足に戦えるのか。向こうで知り合った女の子はソロでもなんとかなってるから無理ってことはなさそうだ。でもよ、これは公開できないな。ああ、無用の混乱を招くだけだろ。くぅ、せっかくお宝が目の前にあるってのによ。おい、霧の爺、向こうへ行くときは俺のことも誘えよな。あ、なあ。キリトにそんな余裕があるか、怪しいもんだ。あれだけの女の子を相手にするんだぞ。いつもこいつばっかり。向こうで何か分かったらクライにも教えるから。絶対だぞ、男の約束だからな、キリト。